そっか。じゃあマジで急展開だね。そうなんです、急展開。でもこの状況になったらね、どうにもできんよね。そう、こんなことになるとは思わんし。そうなのよ、うん。これからうちらの貧乏飯を作りたいと思います。イエーイ、メガチカチカチカ。そうだ、うん、なんで貧乏飯を作ることになったんですか、うん、はい、はい、え、説明すごい長くなるけどいい？ちょっとちょっとね、うん、とりあえず私たちはニュージーランドに今残ることになってるので、もうお金がなくなっちゃうし、もう節約しないといけないんです。とにかくなので、あるものでもうオリジナリティあふれる料理を作ろうと思います。イエーイ。ゲッツで、アミちゃん米を炊いたことないらしいんで。いや、米は炊いたことあるよ、さすがに。さすがに米は炊いたことある。ピアロ、ピアロ、うん、これ鍋ではない、鍋ではないよ。いや、鍋でないの？ないよ、鍋では。そう、で、炊飯器っていうものがあるでしょ。いや、炊飯器っていうものがあるでしょうが。ないよ。あるだろ。いや、なぜ、マジで炊飯器ないときはこっちで炊くんよ。だからちょっと初挑戦でやってみたいと思います。ちゃんと学びな。はい、学びます。私はもう得意なんで。いや、でも測りとかないから、これで今からやるって言うんだよ。適当だよね。できる、できる。OK です。これ大体ね、大体1号っつったらね、これのまあ半分ぐらい、半分ちょい上ぐらいなんですよ。大体1号っていう目安を覚えてたら、はいはいはい、私寮生活してたのね。あ、そうだ、得意なんだね。そうだ、これまあ大体1号。出しますよ。これ、大体覚えて。これで1。はい。いい？じゃあまあもう、どんぐらい食べるか分からんけど、まあ、食いしん坊侍が多いと思う。はいはいはい。あ、これ3号です。全部炊いたらこの大きさだったら溢れる、私の予想は。オッケー、作れるね。とりあえずこれは今日はこれ1号分だけ残してるんで。オッケー、今日は2号、2号炊きます。はいはい。でここからちょっとこれを水でまず洗ってください。はい、今しっかり手も洗いました。はい、どういうこと？その洗い方じゃかすみチェック1。なんでこうでしょ。え、ダメ、これダメです。そのシャッシャじゃダメです、はい、しっかり手を洗ってください。はい、お手をね、うん、手はねしっかり洗いますよ、それは。はい、お米っていうのはしっかり混ぜて押す、混ぜて押す。あー、見えない、見えない、見えない。シャカシャカシャカしっかり混ぜて、ここの平で押す、押す、混ぜて押す、押す、はい、そうします。洗いすぎても美味しくなくなるんで。え、そうなんか。そうです、そうです、洗いすぎたらです。はい、我が家は米汁を貯めるっていうのが一時ブームになりました。なるほどね、最高じゃん。母が、え、これ寝起きしてました。最高じゃん。はい、そして水を入れてください。とりあえず指入れて、今まだ来てないでしょ、うん、もうちょい、お米が当たってるけど、はいはい、そう、水はまだ来てないから、この第一関節まで入れてください。でもちょっと固めがよくない？こんぐらい、もう割と固めになるから、普通にちゃんと人差し指一関節に入れていいの、うん、オッケー。ちなみにパンはできます。先にさ、じゃあちょっとさ、お腹空いたからパン食べる。じゃあさ、朝ごはん食べて、うん、20分後に昼ごはん食べる。やばくない？まず、昨日何があったんですか？昨日事件があったんですよね。事件があった。どんな事件？じゃあちょっとそれは、良い女です。こんにちは。こんにちは。何があったんですか？ちょっと発表があります、はい、まずですね、はい、30日に帰ることになったと言ったじゃないですか、昨日。言ったんけ？言ったじゃん。あれ、忘れちゃった？3月の30日にさ、飛行機されたよみたいに言ったじゃん。はい。でもさ、3月の30からあのエアニュージーが飛ばなくなるんですよ。でも私エアニュージーを3月の30で取ったんですけど、で結局でも3月の30日飛ぶらしいのね。あ、飛ぶんや。そう、でもさ、まあ、分かんないじゃん、どうなるか、うんうんうん、で飛ぶの？もうなんか飛ぶっぽいんだよね。ちょっとまあでもよく分かんないんだけど、ホームページには3月30からは飛ばないって書いてあるからさ、うん、でもね、昨日その撮ったよって話したじゃん、うんうん、でそれをでも一応キャンセルにしたの、うん、それでね、ちょっと待って、ごめんね、ごめんね、ごめんね、ごめん、ね、うん、ちょっと一回整理して、うん3月の30日で飛ぶってなったけど、3月30日飛ぶかわからない、うん、よね、うん、だからキャンセルしたの、うん、え？お金は払ったのに？
うん、でも戻ってくるの。あ、よかったよかったよかった。それなら続きがあります、はい、それで、うん、今日飛行機を取り直したんですね。早くないですか行動が。そうなんです。で27日。早まってんじゃん。早まったの。え、でも取れたの。そう、直行便。え、あったん。いくらいくらかというと、うん、1000ドル。そうでしょ。ガチ。え、そんな本気で帰ってこいって。うん、うん、うん。え、てかもう、うん、うん、でもいいじゃん。そうでしょ。ガチ。もうだからマジ緊張に言ってる。緊急帰国言うてないよね。緊急帰国になった。そう、まさかの、まさかの一人友人を残し自ら帰国。いやマジで本当さ、え、そんなことある。そんなだから一緒に帰ります。相棒と。帰らないよ、私は帰らない。1000ドルも払いたくないもん。1000ドルはやばい。しかもさ、一回さ、もう航空券を買ってるじゃん、うん、そのお金は10日後とかに戻ってくるの、うん、だからさ、もう2回も航空チケットをさ買ってるわけよ。やばくない？戻ってくるけど、おかんがもう完全に帰ってこいでもね。そう、モード的にはもう、うん、もうそれは仕方ない。いやもうね、うん、27。それ知ってんのみんな。みんなってごめんね、私が初めて聞いたんだと思うけど、うん、27、うん、緊急ビザが出る、うん、かもしれないっていう。そうそうそう、話がナイフとフォークって難しいですね。ご飯がグズグズグズってなってる。すごい、いいんです。いい感じ、うん、グツグツグツってなるのがご飯だから。そうですよね。そっか、じゃあマジで急展開だね。そうなんです、急展開。うん、でもこの状況になったらね、どうにもできんよね。そう、こんなことになるとは思わんし。そうなのよ、うん、でほら愛さんにもなんか電話して昨日、うん、帰ってこれるんですかみたいな話して、うん、まあ帰ってこれない。え、帰ってこれないんだって。もう愛さんもなんかもう永住権持ってる人と、うんうん、あとなんだっけな、永住権持ってるじゃない愛さん、ほらパートナーじゃん、まだパートナービザじゃん、うんうん、だから永住権は持ってないんだって、うんうん、だからもう入れないんだって今ニュージーに。うーん、そうだから、その愛さんにも昨日電話して、うんうん、なんかどうしたらいいですかねみたいな、うんうん、したらまあでも帰れるのはやっぱ早く帰ってきた方がいいと思うみたいな話になって、うん、愛さんも日本になってるんじゃないですか。心が日本になってるんじゃないですか。そうそうね、なんかその状況とかいろいろ見て、うん、そうやっぱかな、そっちの方がいいと思うよみたいな、うん、その今後さまたお金かかってくるじゃん、こっちの生活費、うんうんうん、それだったらちょっとでも高いお金払ってでも、うんうん、飛行機代、まあ、取れるなら取った方がいいのかなと思うみたいな、うんうん、あでもそうですよねって話になって、うん、でさ結構さ私も帰りたくないじゃん、うんうん、帰りたくないけどさ、うんうん、チケットは取らないといけない、うん、うわーってなって、愛さんめっちゃ励ましてくれて、なんか、うん、めっちゃ元気出て、そう先のことを考えて行動すれば大丈夫だよみたい な、うん、なん結構いろいろ声かけてもらって、うん、ありがとうございます、マジ女神とか言って、愛さんマジ女神マウガンガ、そうそうそう、もう読めないしね。読め、本当にこの状況は本当に本当に読め。いやーでもなんか実感がなさすぎて辛いよね。うん、実感がないからどうしたらいいのかわからない。私はまだね、うん、帰るとか言って、うん、いまーすいまーすっていう感じになる気がしてそれな、結局ね戻るのやめたとか言ってね、あんだけ払ったのにいるんじゃない。全然そういうなんかさ、何が起こるか分かんない状況だから、うん、全然ありえるよね。いや今回のパターンはどうしようもない。うん、そうなのよ。そうなんです、そうなんです。
かもさ、そのノーティスがあるじゃん、レントの。うんうんうん。それもさ、でもさ、キャスさんのその、え、どう、みんな意見どう、周りの意見。結構周りの意見、うん、でもさ、分かれるよね。分かれる。私も聞いててめっちゃ分かれる、うんうん、いた方がいいって人もいたら、うんうん、やっぱり早く帰った方がいいって人も、うん、やっぱ本当に分かれるよね、意見的には、うん、今めっちゃ分かれてるだよね。それはそのお家のさ、人はどんな感じ、状況的には、うん、大丈夫みたいな、結構心配してるんじゃない。お母さん、うん、誰、お母さんもだし、お母さん、お母さんもだし、うちの、じゃあ違う、オーナーさんとかさ、ほら結構心配してくれんじゃん。あ、そうね、そうね、そう、めちゃくちゃ心配してくれてる。大丈夫なんか、うん、まあ、飛行機で困ったら、うん、いいなよとか言って、もう本当に優しい。やばいよね、ニュージーランドって本当優しい。本当に優しすぎてさ、もう、うん、でも働いてる子いるじゃん、結構私たちワーホリって飲食店で働いてる子多いんやけど、みんな減ったって、やっぱり仕事の数減らされて、でやっぱ一番身分が低い立場だから、うんうんうん、一番最初は切られるみたいで、私もだいぶ減らされて今週一個も仕事ないし、うん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 、まあでもやっぱ絶対シェフだけっていうさ、もう、うんうんうん、少数衛生でやるからさ、うん、絶対それはもうなくなるよね、仕事的には、うんうん、仕事やね、うん、やっぱさ、そこだよね、うん、でももしなくなったらファーム、うん、あのピッキングとかさ、うんうん、ピッキングとかもありっちゃあるよね、うん、もうピッキルか、ピッキルか、ピッキルしかない、ピッキルしかないかもね、うん、いただきます。うん、うちの缶はね、うん、心配し、もうさすがにするやろうと思って、まあ一応心配かけたくないんで、うん、またニュージーランドの大きな木の写真を送ったんですよ、うん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 、元気の出るね、元気が出るかなと思って、うんうん、だからこんな木があったら一日中眺めていたいね、うん、夏は木陰でビール飲む、芝生の上最高、ゆったりゆったり、おかしいなーっつってで、まあ、大使館に行っただけとりあえず来ました、うんうん、なんで大使館にはもう行ってるよっつって、行ったよ、結構前に行って、結構前に行ったよっていう、うんうん、ちょっと時代が遅いんかな、福岡ってちょっとあれ、あのゆっくり流れちゃうかもしれない、ちょっと時差が、時差があるっぽいね、うん、あるかもしれない、うん、これはいい感じ、うん、でもね、27か、来週じゃん、早くない、何すんの、何の準備したらいい、来週まで、いきなりさ、来週死にますみたいに言われたらさ、うん、何したらいいって、こういうことだよね、本当だよね、いやマジでいやマジで何したらいいか分かんないっていうね、やばいね、来週ってやるといきなりすぎて、そう、しかもお土産とかもさ、うわと思って、うん、まあ、うちらでもずっと買ってたじゃん、半年前からうちらお土産買ってたんで、間違いない半年もうだいぶ食べてたからね、うんうん、お土産に関しては大丈夫かも、うんうん、ただあとまあなんだろうね、何、あのバンク、タックスとか、うん、タックスやね、うん、やばいね、もう食べてきたお金いきなり飛行機代に一気に使うことになったね、うん、うん、いきなりすぎるやろ、うん、でもまあこの状況だから仕方ないのかな、うん、うん、難しい問題だね。YouTube どうする？いっぱいやるよ。どういう風にしてみていく？私こっち、あのアメちゃんもあるじゃん。あ、そっちの？うん。だから取りだめ？と、うん、取りだめもするし、キャスさんのサバイバルゲーム編、うん、ニュージーで。サバイバルゲーム。うん。どうやって生き残ってるかみたいな。だってさ、こんな大きい存在がいなくなるわけじゃん。絶対寂しいじゃん。やばくない、やばくない、だから、うん、まあ、その頃私は日本でコンビニとかでこういうの食べてるよ、絶対買うから、マジでマジで怒るからね、もうそれは。じゃあ OK、 一応聞いとくけど、うん、
じゃあセブン、セブンやめよう。ファミマで何食べたい、うん、あれファミマの、うん、なんかプチ玉みたいなさ、ふわふわのさ、プニホッペ、プニホッペ、もう絶対それは絶対取らないで。分かった。じゃあそれは、お前取らないそれ。いや待って、それは絶対に取っとく。任せて。それ食べられたらもう。うん、まあなんか携帯投げ捨てる。いろいろでも本当にやり方は大丈夫みたいな。しかもその、うん、うちのプロデューサーがいるんですよ、うちらの、ね、プロデューサーがいるからね。プロデュースしてくれしてるんですけど。まあそこがいればね。そうなんです。しかもその人に言ったら。え、それは YouTube は余裕っしょみたいな、うんうん、どこにでもできるから、うんうん、それは安心して大丈夫だよみたいな、うん、ありがとうございますみたいな、うんうん、だからそう、だから場所がどうとかじゃなくて、うん、だからそこは別に心配しなくていいと思うよみたいな、違うそのうちらの YouTube の仕方ができるから、うん、それはそれで面白い、うんうんうん、私もピクルスだけあれば生きていけるから、とりあえず、あの死にそうになったらピクルス食べてるから、うん、とりあえず死にそうになったらピクルスを食べます。はい。大丈夫、顔色悪くないですか。あ、ちょっとやばい、ピクルスが足りないかもしれない。やばくない、私のエナジーピクルスなんで。待って、これ新しいの買ったの、やばくない、でこれね、少しでピクルスなくなると思って。何がスーパーでピクルスなくなると思って。なくなんねえよ、めちゃくちゃあったけど。在庫はすごい十分にあります、ピクルスは。これわかるかな、超でかいの、このピクルス。ピクルス女じゃん、もうやばい、ピクルスじゃん、全然ピクルス、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 ピクルスやもう。これめっちゃでかいよね。なんか漬物に似てんだよ。日本の漬物みたいなね。なるほどね。だからちょっとこれがなくなったらこれ私生きていけないと思って。しかも安いんです。このピクルスこんなにでかいのに3ドルだからまあ250円ぐらい。あ、安い。そう。もう普通に出るぐらいがあるやつもあるんで。もう最初はピクルスで生きていけると思って。それはそう。なくなる前に買っとこうと思って。全然なくなってないから。それな。いつも買います、これは、うん。スーパーも混んでるみたいですね、今。やばいね。今、なんもないって言ったよ。パフカも米もなくなっかって、うん、弁護士になりたい。仕方でいい？仕方で弁護士になったらいろんな人を救えるんじゃないかなって思って、うんうんうん、法学部だから、法学部だから。聞こえない、法学部だったんです。これでもエセッション。エセ？エセ法学部。エセ法学部。マジエセモン。いやもう本当に覚えてるのは有罪無罪それだけ。誰もがる。誰もがる。勝訴みたいな。いいなそれ。やりたい。お、いい感じだね。米できたっぽいです。はい、じゃんじゃじゃーん、やってる。うわ、めっちゃ美味しそう。食べてみ。でも多分今下の方はお焦げできてるから、これでいい。うん、おー、まあ、こんな感じですよ。いい感じ、うん、あ、今ちょうどいいと思う。いい感じですね。まあ、これでチャーハン作る。結構片身ですね。片身ざわですね。これでチャーハン作れると思います。作ってきます。はい、めっちゃいいよ。はい、これでちょっと卵を最初にどうする？何を入れる？卵入れた方がよかったね。最初に卵だった？いや、私はご飯と卵をまず卵かけご飯にしてから入れる派。え、そう。え、ここに油入れて、私いいよ、いい。どこに乗せる？今日は、鈴木アリコ先生の3分クッキング参りたいと思います。はい、ではこちらですね、3個卵用意されてる。はい、卵が3分の4カップ。ポイント、はい、ここゆっくりかき混ぜる。はい、カメラ目線はいりません。はい、はい、難しいらないけど、酒茶漬け逆さですけど入れてみます。入れてみます。醤油の方はそうですね、適当に入れていただいて。はい、色合いはいいですね。色合いは適当に入れていただいて。熱いです。ケタを食べすぎて寒い。本日は豚肉とナスの炒め物、レモンソースを添えてという作品になっております。コチュジャン、お茶漬けの素、卵、醤油、塩、胡椒という、なんとも具材は山ほどですが、味はわからないという、
設定になっております。コチュジャンをワンスプーンワンカップ足りるよねこれでいいと思います。実はシェフ料理は何が大事かってスピードだと思うんですよ。私はそうですね、はい、そう思いますか。何事もスピード私はパワーでは勝てない技術でも勝てない。じゃあ何で勝つスピードだそういうことでスピードとして、はい、技術技術は言いません。技術はいらない。技術なんていらないんです。技術なんていらない。技術なんていらない。気持ちからなきゃ。はい、スピードとあとはこんにちはって言える挨拶ができる子。はい、それはマジで大事だと思います。挨拶ができる子、はい、それだけでいいんです料理なんて。でもね、なんかね、西野さんも言ってましたけど挨拶できないやつは無能だって。誰でしたっけ。キングコングの西野さん。やべえじゃん。キングコングの西野さんが言うぐらいだって。あの、うん、アジャコングの花田さんも、うん、そう言ってると思います。アジャコングの花田さん、はい、誰。はい、私ですだよね。はい、このスピードですよ。はい、もう完成って感じですよ。完成ですね。ちょっと味見したい。してください、してください。全然味見してください。これ今、取るしかたいな。はい、絶対ね、手でね、そのままいったりとかしませんから。うん、どうですか。ちょっと、完成ですか。味が薄い。やっぱ、醤油1個しか入ってないもん。うん、でもうまい。なんか、うまい。うん、味が薄くない。何が塩コショウ、もうちょっと塩コショウ入れるかな。うん、3時の3番目の弟子だから。3時の3番目の弟子。マジで。うん、いいな。3時から一応そう言われてる。マジでいいな。1番でも2番でもない3番だよ。いいな。じゃああのじいさんが師匠なんじゃん。あいつ知らね。マジでやばくない。あったですね。やばくない。じゃあ味噌スープの歌できました。味噌スープの歌。白赤白赤混ぜ味噌、白赤混ぜ味噌、あなたはどれを選ぶの。パンパパパン。白寝癖やば。なにこれ。いける。いや私味噌汁あるんだけど飲めないわ。ディフィティショそうしよう。じゃあ映ってないじゃん。ごめんなさい。チャーハンも映してちゃんと私たちの独占、はい、チャーハンできました。イエーイ。つい5分前に朝食取ったばっかりなんですけど昼ご飯を5分後に食べたいと思います。イエーイ。食べてばっかり食べてばっかり。はい、いただきます。はい、はい、ということで今イミグレーションに電話したんですよね。どうでした結果。無理だったよね。ですよね。やっぱり無理。この時期でも無理。うん、で普通に緊急ビザでさ伸ばすとかっていうのはやっぱワーホリで伸ばすのは無理だから、うん、観光ビザだったねやっぱ。ねえ、観光ビザを取るしかないけど、あじゃあ今すぐ取りますって言ったら今はちょっと早すぎますって言われて。どっちだよっつって。まあでもなんかいきなりだったね。うん。まあ、なんかちょっとイミグレの電話のイメージなんですけど、うん、まあ、日本人の人が出て、うん、あ、じゃあ最初にニュージーランド人が出たのかな、うん、そうそうね、こっちの人が出て、うん、で日本人お願いしますって言った後に、まあ、今日は短かったね、うん、5分ぐらいやった、うん、ほんとすぐつながった、うん、5分ぐらい待ってそしたら日本人の方がもしもしって出て、で私たちが質問したことを英語に翻訳してくれてそのイミグレーションの方に聞いて、でまた私たちに日本語で返してくれるみたいな感じだったよね。うん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 。モノマネしてみるじゃん。うん。じゃあ日本語の訳す人ね。うん、こっち英語の人ね。うん。She said、 あ、それ日本語でいい？それ日本語でいい。彼女は今ワーキングホリデービザを持っていて、それをちょっと伸ばすことができるか、そのサポートはあるか、何のもしなかったら何のビザに切り替えればいいかっていう質問が来ました。No, she's much like us yesterday. Double sleep for her family. No. みたいな感じで。そう。もうすべてに対してすぐ No No She said Where's my family? No みたいな感じのね、うん、結構ね、結構ちょっとなんか印象はあんま良くなかったけど、うん、まあでももしかしたらその表情が見えないからね、やっぱ声だけだから、うん、分かんないね、分かんなかったけど、まあ She said No でしたよね。うん、She said No でしたね、はい、すぐに最初に No っていう感じだったから、うん、で、うん、私はもう今すぐ撮りたいですって言ったらね、うん、笑ってて笑ってねーって言って、今は早いよって、今すぐのはちょっと早いからみたいな、早く出さないとやばいでしょよこれから。しかも絶対私だけはないよ、うん、観光ビザに切り替えるって言っても、うん、そのやっぱ証明書が必要らしくて、1ヶ月に1000ドルの証明書だから1ヶ月ごとに1000ドルだから、もし3ヶ月滞在したらまあ3000ドルの証明が必要になってくる、うん、1ヶ月ごとでいいのかな別に、とりあえず
あ、まあでも今さみんなお金ない状況だしさ結構大変じゃん、まあ、どうなんだろうね、ね、どうす今のじゃあ電話をしてどう感じた、うん、え、どうしようと思った、え、私はここに残ろうと思った、うん、うん、そうだよね、でどうするよ、どうする、うん、もうとりあえずなんか食べれる葉っぱを探してこようかなと思って、そうだね、まずは草探し、うん、が大事だと思ってくる、この草食べれる、この草食べれるって、うん、調べていくしかないかなって、うん、そうだね、まずは一歩ずつ一歩ずつ、うん、自分が食べれる雑草を探していく、うん、それがふざけてるよね、カエルからふざけてるよねからって彼女はふざけています。でもさ本当にさ帰りたくないよ、帰りたくない本音はね、本音は、うんうん、マジで帰りたくないよ、うん、けどもなんか帰らないといけないっていう、伝えて、うーん、もう嫌なの、本当に嫌なの、本当に帰りたくないの、マジでやばい、ね、もう痛い、ニュージーランドに残りたい、なるほどね、いいよ、ニュージーランドに残りたい、そう、ニュージーランドに残りたい、そう、ニュージーランドに残りたい、でも緊急帰国、鈴木亜美、アミーよ、アミーよ、どうするの、でも明日、明後日、そう、27に帰るのよ、てんてん、あった、なんかそこ、こんなしめしめしてんの嫌なんで、なんかキャッサーも元気なくなってきちゃったし、なんかいつもの2人になってないから、ちょっとテンション気を取り直してやっていきたいと思います。